環境、エネルギー、貧困、地域紛争など、今、地球規模の課題が深刻化しています。真の世界平和と人類の幸福を実現するためには、新しい科学技術の創出や社会システムの提示が求められています。早稲田大学は社会課題に対峙し、誰も解いたことのない問題を解決すべく研究活動に取り組んでいます。世界で輝く早稲田になるために。1882年、後に内閣総理大臣を務める政治家大隈重信が早稲田大学の前身東京専門学校を創立。学問の独立を掲げ、実学と世界への貢献を重んじた大隈の意思は、今も早稲田大学に受け継がれています。アインシュタイン博士やロバート F. ケネディ司法長官をはじめ、世界の要人たちも早稲田大学を訪れています。日本の大都市東京の中心にありながら、自然と伝統が息づく早稲田大学。その特徴は、学部学年を問わず学べる多彩な科目群とグローバルな教育、120の国や地域をルーツとする留学生、多彩な言語も学ぶことができます。研究分野では外国企業との共同研究費受け入れ額が1位、国内トップクラスの海外ネットワークを持っています。そして歴代の総理大臣をはじめ、早稲田大学の卒業生は多くのグローバルリーダーとして世界で活躍しています。早稲田大学には多様性のある独創的な研究者が揃っています。ロボット工学の研究者尾形哲也教授、ディープラーニングと多自由度ロボットを統合した研究を進めています。早稲田大学の面白さというか強みというのは、非常に野心的な研究がやれるんですね。やはりここに来て、海外の先生方も含めてですけれど、 AI ロボットに関わるさまざまな研究者の交流ができるというのは最大のメリットです。産業技術総合研究所、人工知能研究センターというところに今いるわけですが、こういった広いスペース、また予算を使って研究を集中的に行っていけるというのは、大変ありがたいことだというふうに思っています。比較選挙学の研究者日野愛郎教授、国によって異なる選挙への世論形成や投票行動を研究しています。選挙を物語として捉えたときに、そこに登場するさまざまなアクター、これは有権者であり候補者、政党、そしてメディア、これらのアクターのデータを取得して分析をしていきます。でもう一つの要素というのが、その舞台装置である選挙制度。複数の国を分析することにより、異なる制度、環境がどのようにアクターに影響を与えるのか、このようなことを調べていくのが比較選挙学のアプローチになります。流体工学の研究者滝沢健二教授、気体や液体といった流体の動きをシミュレーションで再現する研究を行っています。触媒科学の研究者関根康教授、センターオブケミストリーといわれる触媒の研究で数々の論文業績を挙げています。 IoT 情報通信技術の研究者戸川望教授、情報セキュリティ技術の確立を目標に掲げ、幅広い研究テーマを持っています。国際移動の研究者、グラシア・ファーラー教授、移民や移住など、国境を越える人々のマイグレーションについて研究しています。医療経済学の研究者、野口春子教授、人の命や健康に関わるさまざまなデータに、定量経済学の手法を応用して研究しています。運動生理学の研究者川上康夫教授、身体の形と働きのメカニズムを解明するバイオメカニクスの研究を行っています。
沿岸災害工学の研究者柴山智也教授。地球環境がですね、変動しているっていうことはもう確かのことだと思います。これまでの経験だけではですね、対応できないような大きな高潮や高波がですね、襲いかかってくるという状況が今最近起こっていると。災害が起こればですね、そこに調査に行って、でさらに数シミュレーションによって、その様子を再現してですね、どうやって災害を防いでいくかという研究をしています。早稲田大学のいいところはですね、先輩が後輩にいろんな研究のやり方を教えると。これは早稲田の伝統だと思うんですが、留学生たちはですね、入学して早い段階からですね、世界最先端の研究に取り組めるという環境が整っているということだと思います。現在早稲田大学では、世界に輝く早稲田という目標のもとに全学を挙げて取り組んでおります。特に研究の早稲田、教育の早稲田、貢献の早稲田ということで、それぞれの部門で世界トップレベルの仕事をしたいというふうに考えております。早稲田は世界の皆さんと一緒に誰も解いたことのない問題を解ける大学、人材を育成してまいります。いつもワクワク感にあふれ、やる気にあふれた大学ですので、ぜひ一緒に研究をしましょう。世界の平和と人類の幸福に貢献し、未来をイノベートする強い研究者たちが今、早稲田大学に集う。世界で輝く早稲田を目指して。